山東主は奈良時代後期の人物。生はなし。肥後国益上軍の人。以下は聖六以上。死の山は本来は山辺で官武天皇即位後の延暦4年5月3日、天皇の意味名を避け山と解消したものである。この稲主の場合も時代を遡って山としたものだと思われる。俗に本紀の放棄元年10月の公認天皇の 戦名によると、開元前の神後慶運4年の8月5日に、日後国足北軍の女性、草薙部甲州売里から白い亀の献上があり、続けて、同月17日に同じ国の麻式軍の山和主が、同様に白い亀を献上した。これらは大髄にあたるとして、天地が賜る、大きな髄将は喜び、尊ぶ者として、年号放棄への開演を行った。 とあるそれから数日後、イネシと同じように白い亀を献上した、甲州売りは、以下を16級進められ、足にぬ10匹、綿20トン、布40段、小税千束を与えられている。仮に2名を無意とすると、16回昇進で、小6くらい上ということになる。この、非五国からの密技随の話は、巻、第30までの、食期本文には、現れず、 公認天皇の戦名で初めて記されている。聖徳天皇の宝御は神語慶運4年8月4日で、あるが、8月17日の稲種の白亀の三木城も、白壁王の立大使を祝してのものとは、到底思われず、聖徳天皇治世の晩年に連続した天皇及び、道教への憔悴の更新の一環として行われたものであり、 神語敬文2年7月11日の行部広瀬著の赤目の白亀の献身の影響を受けているものと思われる。公認天皇は白亀の献身を自身の即位を経過するものとして解釈し直し、改元の理由付けとしたことが想定される。千明文の聖随献身が食器本文中に現れないのは聖徳天皇や道教を称賛するものであった可能性がある。 ありがとうございます。